改めて本日の作戦を確認させていただきます。アングレカム、高羽組、ブレイズは第一陣として先行する形でパンドラに接近。漆黒の天使たちの軍勢を左翼、右翼に引きつけてもらいます。そのまま第二陣としてオルデンの刻印騎士と国防軍イージス部隊が出撃、括弧撃破を行っている隙に XRC メンバーを乗せた防弾車両が中央を強行突破します。そしてパンドラに突入して一気に元凶を食い止める。なるほど、兵法にもかなってやがるな。高羽組、承知したぜ。派手にやれそうだし、みなぎってくるじゃねえか。ブレイズも了解だ。ちなみに車両の運転は佐伯さんさんにお願いしています。結界術でも強化しますから、かなりの無茶も可能でしょう。ああ、必ずやお前たちを塔まで無事届けてみせる。イージス一同もどうか全力を尽くしてくれ。はっ。ゼロ号部隊の使命必ずや果たしてみせます。ジュン、傷の方はもういいのか。ああ、なんとかね。僕も出し惜しみはなしだ。刻印騎士としての全力をこの一戦に尽くすことを誓おう。おお。へん、大した気合だな。さすがに期待せざるを得ないわね。ええ、元猟犬として私も負けられませんね。京華さん。よろしく頼む、京華君。森宮の、東京の、そして日本の攻防、この一戦にあり、各自よろしく奮闘を頼む。おう。そして XRC 諸君、本作戦の要は君たちにある。作戦開始まで英気を養い、万全の準備を整えてもらいたい。はい。まさかこの車で突入することになるとはな。何気に防弾だったんだね。一応特注品ですね。最高時速もかなり出ますし、強行突破にはもってこいかと。せめて運転くらいは手伝いたかったけど。とはね、無理すんなって。ここまで作戦立案を手伝っていただけただけでも本当に助かりました。各戦力の効果的な配置に数千通りの戦術シミュレーション、国防軍の参謀本部あたりに引き抜きたいくらいですよ。佐伯先生も冗談ばっかり。もう五郎先生、引き抜きなんてダメですよ。正体がバレても余裕なのは変わらないわね。五郎先生、改めてよろしく頼むっす。 XRC の副顧問として。今さらそんな肩書きをつけられるとは思わなかったが、了解だ。せいぜい最後まで活動に付き合わせてもらおう。作戦決行は正午、まだ時間的な余裕はあるわ。それまでに街を回って万全の準備を整えましょう。多分これが XRC として最後の自由行動になるだろう。悔いは残さないようにしようぜ。はい。まあ、ラス弾突入前の最終タイミングってやつだね。どこかで最後の肩慣らしをしてもいいかもしれねえな。どうか気をつけて。私は XRC の部室で作戦の最終確認をしてるから。ああ、それでは行ってきます。
つけてね。
どれ、話してみるがいい。なるほど、ご苦労じゃったな。死の神髄掴んだようじゃな。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。おお、よくやったの。この連動よく鍛えたの。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。おお、よくやったの。噂は聞いとる。さすがは我が孫じゃ。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。次も期待しておるぞ。